はい、こんにちは。ホームレスです。今日はですね、戻ってくるのが夜になっちゃったんですけど、今日はですね、朝から、今の時間までですね、バンドの練習してました。ですね、今、チェッカーズさんとかの曲を、コピーするバンドを、ちょっとやってます。で、そちらの練習を今日、一日やってました。いや、なかなか大変ですね。コードが4つ以上使うんですね。いや、びっくりしましたよ。ほんとなんか知ってる曲だからもう簡単に、まあ知ってる曲がたくさんあるんでね、簡単に弾けるのかなと思ってたら、いや、なんという難しいことしてんですかね。ちょっと、今、苦労してます。で、この、チェッカーズさんのですね、曲をやるバンドがですね、今度4月29日、ローズマリー公園でですね、演奏しますんで、ですね、そちらも、たくさん練習して、ちゃんと弾けるようにしてですね、皆様に披露して頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。元気よくホームレスしていきましょう。アディオース。はい、おはようございます。ホームレスです。朝起きました。真っ白ですね、周り中。結露。いや、すごいですね。こんなことなるんですね。これは、すごい。でね、朝起きたらですね、これはですね、なんと、ちょっとですね、チラッ朝起きたらですね、ズボンがですね、履いてないんですよね、これ。どこ行ったんですかね。ズボンがない。やっぱり、もしかしたら、車中泊って、一人でやると危険なのかしら。あら。ズボン探して出かけたいと思います。元気よくホームレスしていきましょう。アディオース。はい、こんばんは、ホームレスです。今日もですね、戻ってくるのが夜になりました。今日はね、吉備津の方に行ってきました。ジャズの演奏を見てきたんですけど、今までみたいに一つのジャンルの音楽だけじゃなくてね、いろんなジャンルの音楽をね、見て体験することによってね、自分の視野を広げようと思ってます。またね、最近ね、ハマってるのがですね、自分がかっこいいと思ってる人とかね、この人の生き方って素晴らしいなって思ってる人のね、話をね、聞くのがね、すごい、最近ね、楽しみになってます。もう、素晴らしい人っていうのがね、やっぱり、世の中にたくさんいるのでね、その方々、諸先輩方のね、話を聞くことによってね、自分の今後の人生の糧にしていこうと思いますんでね。もしかしたらですね、あなたのところにも話を、あなたのところにも、話を聞きに行くかもしれません。もう、みんなね、もう自分から比べたらみんな素晴らしい生き方をしてますんでね。いろんな人に話を聞いてね。今後の人生の糧にしていこうと思います。元気よくホームレスしていきましょう。アディオース。はい、こんにちは、ホームレスです。たいちゃんはですね、今、絶賛、ホームレス太り中でございます。ですね、今日はですね、昼にですね、うなぎをごちそうになってですね、さらにですね、館山といえば中村屋ですね。中村屋さんのね、パンを大量にね、お土産としてね、もらっちゃいました。今開けるんですけどね。すごい量ですね、これ。これはちょっと、さすがに何日かかけて、食べていこうと思いますんで。でこれがね、中村屋さんでもね、結構ね、美味しくてね、ちょっとエンジンかかっちゃうとね、ここでやめよう、ここでやめようって思うんだけどですね、結構全部食べちゃう時もあるんですよね。まあ、すごい量ですよね。ちょっと皆様方のね、施しでですね、今生きてる状態でございます。今日はですね、その、うなぎ食べに行った様子をですね、今からちょっと流しますんで、本当にありがとうございます。じゃあ、ヒルビリーキャットのトシさんです。どうぞ。すごい、オープンカー。すごい。ホームレスでありながら今、ポルシェ乗ってます。じゃあこちらが坂東太郎さんです。すごい。おったわ。いやーすごい。じゃあ坂東太郎さんいただきます。ポルシェのオープンカーに今乗ってますんで。やっぱりこういう生活今後はしてみたいなと思います。今後は、ポルシェのオープンカーに乗れる人間になっていこうかなと思います。よろしくお願いします。以上です。ホームレスでした。この感じでやっていけば。お疲れね。はい、富津の散髪屋ヒルビリーキャットのトシさんでした。ですね、アメリカンっぽいですね。最近アメリカンっぽい刈り上げの、まあ、イケてる男性たちが結構最近増えてきたかと思うんですけど、刈り上げですね。アメリカンっぽい刈り上げ、スキンフェードとか、そういった感じで言うんですけど、なんか、そのですね、散髪のですね、先駆者ですね、もう、インターネットとかでですね、調べるとですね、もう出てきます、もう、散髪屋でありながら、普通の散髪屋でですね、日本全国に流し入れてるっていうのはもう本当にかっこいいと思います。今日もね、いろいろお話が聞けてですね、本当それこそ人生の、ためになりました。仏は本当ありがとうございました。はい、ということでですね、ヒルビリーキャットの情報はですね、ここの辺りに流しておきます。今日本当にありがとうございました。ということで、元気よくホームレスしていきましょう。アディオース。はーい、ホームレスです。今ですね、大変なことになってますよ、これ。風です、風。ちょっとですね、映像だと伝わりにくいんですけどね。もう今、ビュンビュン風が吹いててですね、この、なんていうんですかね、この自分のジャガーがですね、やっぱり四角い形してるんでですね、この横からの風でですね、めっちゃくちゃ揺れてます。もうジャガーがですね、この横風に煽られて、ビュン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 揺れてるし、もう外もゴー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 言ってて、今日とか台風とかじゃないんですよね。台風じゃないんですけど、これやっぱり海風っていうんですかね。これ一旦風が吹き出すとですね、これはやばいですよ、これ。めっちゃ揺れてますね。これなんかですね、こう、もう周りから見たらもう、たいちゃんがすごいいかがわしいことしてるんじゃないかなと思われるぐらいですね、これ揺れてるんでね。うわ、また揺れ出した。こら、すごいわ。まあでもね、多分そんな、この愛車のジャガーがですね、倒れることはないと思うんでね。まあ、なんとか一夜過ごしたいと思います。まあ、元気よくホームレスしていきましょう。アディオース。何これ、何これ。地震みたい、これ。ちょっとこれ。地震ちゃう、これ。めっちゃ揺れとる。何これ、何これ。めっちゃ怖いんだけど、これ。何これ。うわうわうわ。すごい、何これ。何ここだけ揺れてんのこれ。何立山中。何これマジでマジで今日何これ。これ何今日何これ。何これ。何これ海だから特別にこれこんな感じなの。みんなの家こうなってんのこれ。これどういうことこれ。何これ。めっちゃ怖いんだけどこれ。この風と音よ。で揺れる揺れ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 。大丈夫かいこれ。わー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 。うわぁ、うわぁ。何をしよう。この素晴らしい地球のために。